めんなさいでも道がある。事業再生版令和の虎、クラウドファンディング。はい、皆様こんにちは、福ちゃんでございます。本日はですね、事業再生版令和の虎の中で行われるクラウドファンディング、はい、こちらの方のですね、福ちゃんから皆様方へ考えましたリターンの発表と内容の詳細をご説明をさせていただく動画となっております。はい、それではですね、早速ご説明の方をさせていただきたいと思います。まずはこちら、ただただ支援500円、数は無制限というふうな形になっております。はい、こちらの方はですね、どういった内容かと言いますと、福ちゃんからメールで皆様方へですね、御礼のご挨拶と、ね、メッセージの方を届けさせていただく、そういうふうな内容になっておりますので、こちらぜひご検討をしていただければと思います。続きましてこちら、はい、ただただ支援1000円、はい、こちらの方はですね、先ほどの500円と1000円の違いなんですが、こちら1000円の方はなんと私が直接直筆でご支援いただいた方にメッセージと感謝の言葉を添えてお送りさせていただくというふうな、そんなスペシャリティな内容になっております。ぜひですね、私の直筆のメッセージが欲しいよというふうな方がいらっしゃいましたら、こちらの1000円の方でエントリーの方をしていただければというふうに思っております。続きましてこちら、はい、福ちゃんのオリジナルシール直筆サイン入り2000円、こちらもですね、数の方は無制限というふうな形になっております。はい、こちらの第1弾と第2弾というのがあったんですけど、こちら第2弾の最新のシールのデザインとなっております。こちらに私1枚1枚ですね、丁寧にサインを書きまして、お送りさせていただきますので、まあ、携帯に貼るもよし、パソコンに貼るもよし、もうお好きなところに貼ってください、ね、私の気持ちを込めたサインを書いて皆様方にお送りさせていただきますので、ぜひこちらステッカーの方もですね、合わせてよろしくお願いいたします。はい、では続きましてこちら、番組内で破ってしまった事業計画書 PDF、はい、こちらの方をですね、ご用意させていただきました。こちら金額の方がですね、3000円、数は無制限となっております。メールでですね、福ちゃんが事業再生版の冒頭、事業計画書を破いてしまいました、はい、こちら破いてしまった事業計画書を皆様方にお送りをさせていただきますので、これから福ちゃんが立ち上げる新規事業のね、まあ、どんな思いでどんな風にこんな形でっていう風なものがこう詳細書いてありますから、私の気持ちの込めた事業計画書ですから、ぜひこちらの方ですね、どんな内容だったのかななんて見てみたいよという風な、視聴者の方がいらっしゃいましたらですね、こちらの事業計画書の PDF お申し込みいただければと思います。よろしくお願いいたします。続きましてこちら、はい、福ちゃんオリジナル缶バッジ、それから先ほどのオリジナルシールの豪華2点セットになってます。こちらの方が5000円、数の方が100個限定となっております。もし足んなくなっちゃうだったら、まあ、追加で作りますけれど、まあ、とりあえず限定100個になってます。はい、こちらの方はですね、缶バッジそれからシールになっておりますのでね、皆さんが持っていらっしゃるバッグかなんかにつけるもよし、シールと合わせてぜひご検討をしていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続きましてはこちら、はい、アクリルスタンド、そしてオリジナルシールの豪華2点セットでございます。はい、こちらの方がですね、金額の方が7000円となっておりまして、数の方が50個の設定の方をさせていただいております。まあ、今アクリルスタンドって結構流行ってますからね、まあ、玄関先に置くもよし、
ね、また食卓のねところにこう福ちゃんのアクリルスタンドを置いてみんなでご飯を囲んで食べていただくのもよし、ね、会社の事務所のなんだ自分の机の上に置いていただいていつも福ちゃんこう見てるというふうなそういうふうなね、変態なあのお考えをお持ちの方がいらっしゃいましたらですねこちらアクリルスタンドとオリジナルのシールの方を合わせてお送りさせていただきますのでぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。さあ続きましてはこちらでございます。福ちゃんオリジナル T シャツそれからオリジナルの先ほどのステッカー豪華2点セットなんと金額が1万円、はい、限定数50セットご用意させていただきました。はい、お色の方がですねピンクか黒かお好きな方を選んでいただいてお申し込みいただければと思います。サイズの方も SML XL 特別にご用意させていただきました。はい、この T シャツを着てイオンにお買い物行っていただいたりスーパーに買い物に行っていただいたりお好きなところに出かけてってください。ディズニーランドに行っていただいても構いません。周りの人からねなんだあの人変な T シャツ着てんなと思われてもそんないちいち気にしてたらもう負けなので、はい、こちらねあの可愛らしいデザインの、T シャツの方をご用意させていただきましたので、こちらの方もですね合わせてご検討をいただければと思います。はい、続きましてはこちらあなたのアイデアちょうだいよ福ちゃんの事業に口出しができる件、はい、こちらの方がですね金額がなんとすいません3万円となっております。はい、数が10セットです。これからあの私あのペット の, あの移動火葬の授業とか、まあ、やってきますので、まあ、それに対して、まあ、福ちゃんこういうふうにした方がいいんじゃないとか ああいうふうにしたらいいんじゃないのっていうふうなですねご意見を皆様からだからいただいて真摯にこれを向き合ってですねそれを授業にこう反映していこうかなっていうふうに思ってます。私何分ちょっとあの頭が凝ったらない部分もありますので、ぜひですね皆様方からのご意見をいただいてそのご意見をですねビジネスの方に反映させていただいてスピード感を持ってビジネスを成功していきたいなというふうに思っておりますので、こちらの方もですね合わせてご検討をいただければと思います。続きましてはこちら福ちゃんがあなたのもとへ対マンでオフ会ができる件、はい、こちら5万円で10セットというふうな形になっております。はい、ただしですね、まあ、交通費とか宿泊費とかそれら別途になります。はい、まあ北海道とか沖縄とか大阪とかどこに呼ばれるか分かりませんのでちょっとそこのね部分に関してはちょっと金額設定できませんでしたけれども私がですね会いに行って直接お話をしたり食事してもいいし飲み会やってもいいしカラオケに行ってもいいし好きなように私をですね連れましていただいて全然構いませんのでこちらの方も合わせてご検討をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。続きましてはですねこちらでございます。福ちゃんがあなたの YouTube や SNS に出演します。はい、こちらの方が金額が10万円ご口というふうな形になっております。まあなんだね、YouTube やってらっしゃる方とか、まあ、その他 SNS やってる方とか、まあ、需要があるかちょっとこれ分かりませんけれど、まあ、とにかくですね、何かそのメディアの露出の方をご検討していただける心優しい方がいらっしゃったらですねこちらの方をご検討いただければと思っておりますのでぜひよろしくお願いいたします。続きましてこちらプロの葬儀者による生前葬を行います。こちら金額の方が30万円3口ご用意の方をさせていただきました。まあ、これどっちかっていうとなんだ YouTuber さん向けとかそんな感じになってくると思います。まあ、ドッキリ企画とかで使っていただいても構いませんけれども、はい、まあ、実際に家作ることもしますし骨壺だったりとかあとはなんだ棺持ってってもうお葬式の生前葬ができるような形で私の方が車に乗せてですね棺持ってきますので、まあ、そういった形でですねこちらの方もし YouTuber さん見ている方がいらっしゃったらお選びしていただければ、ね、まあいいんでねえのかなというふうにそんなふうに思っています。はい、はい、以上がですね今回福ちゃんがご用意をさせていただいたクラウドファンディングのリターンの内容というふうな形になります。細かくはですね応援ページでご覧になっていただいて詳細ご確認いただければとは思うんですけれども、まあ実はちょっとまだあと1つか2つぐらいもしかしたら出てくるかもしれません。
はい、なんだ、事業再生版の収録を見学行ける件とか、福ちゃんと一緒に行こうみたいな、福ちゃん解説付きみたいな、まあそれもね、ちょっとね、まあちょっと打ち合わせ中なんですけど、出るかもしれませんので、まあ日々ですね、何か更新あった場合はまたこの事業再生版令和の虎チャンネルの方でご報告もさせていただきますし、まあとりあえずはですね、ご用意させていただいたリターンの内容っていうのはこういう形になっておりますので、ぜひたくさんのご支援の方をいただければと思います。引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。